新年明けましておめでとうございます。2019年も、はちみつチャンネルですね、どうかよろしくお願いいたします。現在アークモバイルやっておりますけども、2019年にちなんでこちらケブ火災ですね、イノシシ、強引ですけどイノシシに今乗っております。そして前回ようやく見つけることができたこちら店長の洞窟の南東、このミッションを行きたいんですけど、位置的にブルーオベリスクの近くだよね。はい、でケブ火災で行くのは正直ねきついので、どんな洞窟かもわからないので、ここやはりね、どこ行った、いたご先祖様で行きたいと思います。今のところ洞窟関係はギガントピテクス、ご先祖様で助けられてますので、このご先祖様で今から行く洞窟に一緒に行きたいと思いますね。はい、では装備を整えたので今から店長の洞窟の方目指していきたいと思います。レッツゴー。この辺だと思うんですけど、あれ音がしなくなった。え、こっち側、こっちだな、間違いなくこっちだ。あれ音がしなくなった。え、洞窟を見つけたって言われてもさ、俺自身がまだ発見してないよ。どこどこよ、あ、ここ、うわー、こんなところに洞窟あったの、ようやく発見。天帝の洞窟とすごく似てるよね。おー、よっしゃ、じゃあこの洞窟中入っていきますよ。噂にあるとすげー強いらしいんだけど、敵が暗い。強者のアーティファクト、強者のアーティファクト、なんか聞こえるんですけど、え、何このめっちゃ寒いとか、これこれ完全にこの毛皮装備が必要だ。今回は、まあ、偵察だからね。うわ、どっち行けど、うわー、もうどっちも行きたくない。うわー、なんかいろいろ聞こえる。え、近い、うわー、これさ、ギガントピテクスご先祖様通れないよ。うわー、こっち側通れない。こっちは、あ、これあれなんだ。え、なんかそこにいない？セイバートゥースサーモン、レベルが96。魚です、レベルが96なの、やばない。ちょっと降りやす、これはちょっとやばそうだな。これ
ご先祖様通れないよね。ほら、ガンって頭当たった。じゃあちょっと行ってみるけどさ。いる。望遠鏡でちょっと覗いてみよう。超やばいですこいつら。レベルが89、73。89。いやこれどうやって倒せっつんだよこれ。レベルは桁違いなんだけど、今までの比じゃない。ここの洞窟、強者のアーティファクト、間違いなくねこれあれよ、ご先祖様で言ったらぶっ殺される。とどうじゃないけど勝てそうにない。これご先祖様ですらレベルが43だよ。しかもこれくぐれないしさ。ちょっとここは撤退。とてもじゃないけど。おはようございます。いやー、強者の洞窟なんだけど、今のままでいったら普通に、なぶり殺されるので、またですね、ご先祖様が通れない洞窟であるということが分かったので、作戦を考えねばならない。ちょうど洞窟がこう低い、高さが低いところに、ダイヤウルフがいたので、そのねダイヤウルフをテイムしたら、テイムすることができれば相当楽になるんじゃないかなと。レベルが70だか90ぐらいある、ダイヤウルフだったので、なんとか彼をテイムすることができれば、その後めっちゃ楽になるんじゃないかなと。それまでなんとか辛抱強くですね、ダイヤウルフをテイムする作戦でいきたいと思います。よし、装備が整ったので今一度洞窟に行きたいと思います。強者の洞窟ね。さあ、レッドフォレストからそんなに離れてないよね。すぐ近くっていうか、こんなところに洞窟あったんだっていうちょうどぽっかり穴開いてるもんね。言われてみればすぐに気がつくっていう感じ。はい、じゃあこの洞窟の中にヒデちゃんを置いて、なんとかして、高レベルのダイヤウルフをテイムしていきたいと思います。強者のアーティファクト。うわ、ちょっと待って。いきなりいた、そんなバカな、前回いなかったのに。なんでここに、ここの溝にダイヤウルフを呼び寄せることができれば相当楽だと思う。ここだよ。まずはいるはず。いない。ランダムなのかな。あ、嘘、ご先祖様いる。なんだこいつは。レベル90、イエティ。いや違う、ご先祖様じゃない、イエティだ。本当にいるんだ雪男。もしよ、待てよ。彼をテイムすることができれば、なんかそんなことばっか考えてるな。ちょっと一発行ってみっか。ちょっと待って、なんか歩いてる音する。誰だよ今。目の前にその殺人ダイヤウルフさんが。今いたのに消えた。どこ行った。なぜ消えた。むしろ、あ、なんか来てる。なんか今泳いできた。ん、泳いでる。もしかしてこれ上がってこれない。
攻撃。消える。死ぬ。死ぬ。やった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 。大作戦。この作戦がこうなしたぞ。やった、いける。これでテイムすればいける、いける、いける。水中の中だけど大丈夫かな。よっしゃー。麻酔薬いっぱい持ってきたぜ。あっ、 え嘘、ちょっと待って、なんで、どこ。おーい、嘘。どうしたの。あ、寝たのかな。あ、寝てる寝てる。こんなところで大丈夫だろうか。あ、動けない。よかった、今のうちだ。昏睡入った。よかったよかったよかった。多分ね、まあ、肉だと思うんだよね。分担作業ね。さあ、ここにメガピーとかいたら泣くよな。あれ、いない、まさか。うわー、洞窟一回出るとリセットされちゃうの。うえー、こんなにこう死闘を繰り広げて、わー、きついな、これ。最初の状態から肉もたくさん持ってないといかんのか。肉と昏睡薬とかもすげえ必要だと思うぞ。じゃあくそ、もう一回やり直しだ。よーし、じゃあもういいかな。麻酔の数も100個あって、肉もいっぱいあって、あとあれだ。これ10倍のテイムスピードを誇る。これ絶対全然使ってなかったけど、今こそ使うべきなんじゃないか。超レベルの高いダイヤウルト、よっしゃ、シママタンで行こう。戦うわけではない。さあ、強者の洞窟に再び入ってきた。作戦は前回と同じ。行ってみましょう。いた。うわっ、来てる。クソ早えやん。ここでジャンプ、ゴワーッ。お互い水中に落ちた。どうだ、できた。体力す、なんで来てんだよ。2回目来てる。追いかけてきやがった。おい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 、2体もいらないよ。外れた。よし、めっちゃ逃げようとしてる。あれ、これで外れるのか。えい、やった、いたいたいた。もう一方は死んだ。一方は死んだ。もう一匹は海底の中で眠ってるでしょう。ああ、これダメージ食らってんの。ここ冷たいから。もう一方のダイヤウルフもいな、死んでるのか。ああ、じゃあ結局この作戦ダメじゃん、ダメじゃん。
うわー、なんてこったこの作戦。ダメダメだ、この俺のこの超甘えた考えは全くダメでしたね。全然ダメでしたね。これ制作者側の意図がね感じられる。ここのね水の中に落としてテイムすれば OK っていう、そういう甘い考えを許してくれなかったねこのゲームで。うわー、やっちまったよもう。あんなところにいる。怒ってんのかな。これクリスタルだけど壊せる武器ないんだよね。たださ、これギガントピテックスを白くしただけじゃんかさ。三度帰る。ダメだ、この川の中に突き落としてテイムする作戦は全くダメでしたね。寒くて凍えて死んじゃいましたね。